今日はボーラードのストライクの解説をします。当点は右の図の数字で言っていきますので、合わせてイメージしてください。ブレイクはボール3つくらいセンターラインを通過するくらいの力加減で、当点は5です。簡単な球が少ないので1番を狙います。手球をストップのように突き、次は4番か8番を狙います。当点は5です。8番をポケットしてストップして、次は6番、9番のどちらかを狙います。当点は13を優しく突きます。6番をポケットして左下のチョークッションに当てて、3番、4番のどちらかを狙います。当点は1を優しく突きます。6番と2番が後に残ってしまうと難しいので、9番ではなく6番を狙いました。4番をポケットしてこの辺にポジションします。同点は9を優しくつきます。2番をポケットして右下のチョークッションに当てて、この辺にポジションします。当点は6、14あたりをしっかりつきます。10番をポケットして左下のチョークッションに入れて、この辺にポジションして、3番、9番のどちらかを狙います。当点は9を優しくつきます。9番をポケットしてこの辺りにポジションします。当点は13をつきます。5番をポケットしてこの辺にポジションします。当点は2を優しくつきます。少し熱くなってしまいました。7番をポケットして上のタンクッション、右上のチョークッションに当てて、この辺にポジションします。当点は10、18くらいです。この際左下をついても同じような場所にポジション可能なので、イメージのいい方で大丈夫です。3番は難しくなってしまいましたが、同点9をつきます。ここまでもっと簡単にストライクできる課題の残るストライクとなってしまいました。本日もご視聴ありがとうございました。